皆さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で93回目になります。今回はもうちょっとごめんなさいね、暑くて。今回は群馬県にあります浅間山観音堂をご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いします。チャンネル笹の葉きららの一人いい旅チャンネル、今回で93回目になります。今回は群馬県にあります鬼押出し園、前回ご紹介したんですが、鬼押出し園を歩いていくと、その山の頂上ぐらいにある浅間山観音堂をご紹介させていただきます。それではどうぞ。
ということで、群馬県浅間山観音堂をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ちょうどその浅間山観音堂から、見てみると、鬼押出し園の綺麗な風景というか、その、独特な風景を楽しむことができて、すごく面白い場所でございました。ぜひ、機会があったら、遊びに行ってみてください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。